ロサンゼルスでこの時期の恒例行事となっている極真会館主催の全米体重別空手選手権、16回目の今年も新たに日米劇場で行われました。今年はクウェートから2名の選手が初参加。優秀なスポーツ選手の育成に積極的なフランスの海外圏レユニオンからはアメリカに次ぐ14人の選手が出場し、少年5歳の部からシニアの部まで128人が組手や型で技を競い合いました。成人男子の部も例年に比べ多くの選手が出場。10級から2段の選手までが体重別のトーナメント方式で戦ったそれぞれの決勝戦の様子を見ていきましょう。男子ライト級決勝はオマー・アルディアジ選手対クリスチャン・バッファロー選手。どちらも準決勝で2段の選手を下し勝ち上がった1級同士の対戦です。試合開始およそ35秒、バッファロー選手の回し蹴りに応戦したアルドアジ選手の手が顔に当たり、バッファロー選手が倒れ込んでしまいます。顔面への攻撃でアルドアジ選手に注意が与えられ、1分余りの中断の後試合再開。両者鋭い突きと蹴りを繰り出すスピード感ある戦いが続きますが、相手の技を巧みに避けながら確実に攻め続けたバッファロー選手が判定勝ち。この大会初優勝です。I'm very grateful for my sensei's help and everybody for Xian Garai, Xian Kapu and everybody that helped us. 男子ミドル級の決勝は1段のブラゴペスト・ペトコフ選手と2人の1段の選手を下し勝ち上がった8級のアントン・トレス選手の対決。試合開始直後から積極的に重い蹴りを繰り出すトレス選手。勝負がついたのは試合開始25秒でした。トレス選手の下段回し蹴りがペトコフ選手の足にクリーンヒット。これが1本となり、トレス選手が初優勝を飾りました。10級のジョネリック・サンチェス選手と2級の石川裕司選手による男子ヘビー級決勝も勝負は一瞬。開始わずか13秒で石川選手の上段膝蹴りが1本。石川選手も初優勝です。次の目標は6月のオールアメリカン大会、ニューヨークにありまして、そこで優勝することです。男子スーパーヘビー級は3級のスタニミア・コンドフ選手が優勝。成人男子の部を制した選手は全て9位者、初優勝という結果でした。一方、成人女子のライトミドル級決勝、この大会優勝経験もあるレユニオンのルデビン・ベダポタゴン選手とその妹コラリン選手の姉妹対決です。姉妹だけあってどことなく息の合った攻防戦を繰り広げる両者。試合が進むにつれ姉のルデビン選手が攻撃の主導権を握る展開になります。開始およそ1分、打ち合いの中でルデビン選手が放った下突きが技あり。コラリン選手のダメージが大きかったことからこの下突きが1本となり、姉妹対決は姉が制しました。去年の11月に4年に一度の全世界空手道選手権が行われ、次の世界大会に向け新たなスタートを切った極真会館。この大会も新人や若手の選手が多く参加し、今年6月のオールアメリカンオープンも才能ある新人選手たちの活躍が期待されています。